はい、どうも皆さんこんばんは、クルトンです。本日もよろしくお願いいたします。ということで今回は工場の1階部分のガレージを倉庫に変えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで1階のガレージ部分を倉庫にするのが今回の目的です。だいたい置く場所が決まってきました。結構探り探りでやってて、あまり倉庫のことを考えて作ったわけでもないんで、型にはまるように考えながら置いてっています。はい、ということでチェストを倉庫に設置することができました。ちょっと巡ってみます。真ん中の吹き抜けは配線をするためのものとなっております。なのでその周りを開けて倉庫を設置しています。で、ここからは、自動植林場からこちら側に木材を送るための装置を作っていきます。分別をするためにダイヤのパイプを使用します。で、逆流を防ぐために鉄のパイプを使用しましたが、そんなに必要なかったかなって今思いますね。で、この間汚水って言ってたんですけど、汚泥ですね。汚泥でした。汚い泥ですね。で、おでいのパイプの下側を木材が通るように改良していきたいと思います。前回まで隣のチェストに送っていたものを一旦壊して、直接工場内に木材を送る装置を作っていきます。フィルターに木材を設定します。はい、これで流れていきますね。
はい、流れていきました。はい、右側も同じようにしてつなげることができました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日は工場の1階部分のガレージを倉庫に変化させ、それから自動植林場から木材を倉庫に直接送る装置を作りました。ここですね。左右の植林場から真ん中へ原木が送られて、それがそのまま工場に送られるシステムになっております。で、こちらが1階部分の倉庫ですね。結構ガラスで中も見えて綺麗な倉庫ができたんじゃないかと結構自己満足しています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた、または次回も見たいという方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。